今日はですね、なんと勝敗マイティの VR ゲームを開発していただいた方にお越しいただきました。トモピさんです。トモピです。よろしくお願いします。勝敗マイティを黒と思ったのはどうしてですか？いや、勝敗マイティはやっぱ神ゲーだと常々伺ってまして、でもできるアプリがやっぱりないじゃないですか。ないですよ、本当にいつできるの。だからまあ作っちゃえということで作っちゃいました。もともと VR マージャンゲームを作ろうと思って開発してたんですけれども、その途中でじゃあ勝敗マイティも作ろうということで、はい、使う VR ゲームが、なんていうやつでしたっけ。あ、これね、オキュラスクエスト2っていうやつで、今一番売れてる VR の。あ、そうです、はい、あのツイッターに たまに広告で流れてる。あ、そうです、そうです。Facebook が。あ、そうですね。今メタっていう会社名に変わりました。あ、メタ、はい、なるほど。初の勝敗マイティのアプリがで VR っての面白いですけどね。そうですね。ただ今その VR とあと勝敗マイティニッチニッチじゃないですか。ニッチニッチ、ニッチニッチでやるともうプレイする人がいないと思うんですよ。なんで勝敗マイティのスマホアプリとしてまずは出そうと思ってます。なるほど。すごい。結構その勝敗マイティやりたいけどできないっていう人多いと思うんですよね。フリージャンソーでもあんまりやってるとこないじゃないですか。そうですね。ネットマージャンもないんで、ちょっとそれを今作ってますんで、勝敗マイティのスマホアプリを、はい、早く作ってください。はい、早くお届けできるようにちょっと VR の開発は一旦置いといて、はい、そっちを作ってますんで。じゃまず最初に出るのは勝敗マイティのスマホアプリが出るんですね。あ、そうです、ね。いやー楽しみですね。開発費の方はどうなるんですか。開発費なんですけれども、はい、基本今私個人で作ってるので外注するとかっていうお金は今のところはかかってないんですけれども、私もちょっと生活があるのでクラウドファンディングをちょっとしようかなって。いや、もう他人チュ結集しますよ。他人チュのみんな、クラウドファンディングよろしくお願いします。よろしくお願いします。リターンをいろいろ考えてまして、はい、例えばファイガをゲーム内で言えるようにするリターンであるとか、あとはその公式のタリンチマークを名前の後ろにつけるとか、いいですね、ちょっとそういうのいろいろ面白そうなのを考えてますんで、動画が出る頃には多分クラウドファンディングやっておりますんで、ぜひ皆さん支援の方よろしくお願いします。お願いします。今日は、ゴーグルが2個しかないということで、俺とモッサンでやっていきたいと思います。面白い面白い。よかったよかった。おー、来たこれ初めて自動タック。なんだこれ。おお、短っ。リーパイは自分でやるんだこれ。リーパイで、ね、自動リーパイとかあるんで。で、これどうやって、どうやって。手が、赤くならないですか、触ったら。なんかリーパイしたいね。ああ、勝手に切られた。ふざけんな。ちょっと待って、操作感、掴むのは何？掴むのは中指。あ、これか、これね。ああ、なるほどね。こうね。あ、勝手に切られた。人差し指。掴むのは人差し指。あれ、リーパイどうやんの？リーパイは、拓の左側に、自動のリーパイ。どうやって切るの？ちょっと、切れない。切る場合は手を合わせて、普通に切る感覚で。切れない。9巻が。練習してない。これ練習してない。一回練習してもらって。あ、まずはこれ。これ手挟む。まずはこれリーパイ。確かに。はい、自動リーパイを。これでこうだからね。みんな、はい、カメラ映ってる。こうだからね。オッケー。自撮りパイできた。自撮りいっぱい。こうだからね。こうだから。あ、出た。まず鼻でしょ。まず鼻で。行くぞ。行くぞって言ってる。え？
ボイスタレ行くぞ。ちょっと買いました。勝手に、はい、買ったんだ。行くぞ。めっちゃ鼻抜く。めっちゃ鼻抜く。もう鼻抜きすぎやった。鼻抜く。で、ちょっとリンパイ。え、リンパイして。あのね、それはピンク。切れない決定ボタンじゃないのこれ。ちょっと待って。持って決定じゃないの。もう持たなくても持たなくていい。ここも持たなくていいんで、あの触れると赤くなるんですよ。触れると赤くなる。ならない。赤くなる。あ、今と。触れる。あ、今です。え、赤くなる。赤くなる。触れるとってなってる。触れるとみたいな。仲良い。行くぞ。あ、ちょ、4鼻抜くなってバカ。え、トンが赤くならない。トンが赤くならない。え、赤くならない。今赤くなります。今、で、トンだけは赤くならない。トンだけが赤くならない。あんかもしれない。トンだけ赤くならない。え、トン切りたい。トン切りたい。え、トンだけ触っても赤くならない。トンは握ってる今。今握ってる。あ、握るだけ切れない。だから握るじゃなくて、触って、で、トンだけ赤くなる。っていうか、めっちゃ赤くなる。左でもダメ。それはね、多分、それ取ったの。赤くなった。赤くなった。もうこれ。やったー、初めて切れた。初めて切れた。オープンリーチはタッチ。オープンリーチは、リーチはタッチで。リーチはタッチして、よく。タッチ。とりあえずタッチ。まず、イーソーっぽいんだけど。ポンシャです、ポンシャです。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 あのさ、モッサンの牌が埋まってるんだけど、タクに。モッサンの牌がタクに埋まってる。モッサンの牌。っていうか、遠い目のタク。ポンです、ポンです。横シャあ、見れない。見れない。覗き込んでも見れない。覗きできる。テンパイね。こうか。テンパイだね。あ、楽しい。とりあえずこれ。俺はね、オートホーラー押してあるからね。俺オートホーラー押してあるからね。いい？俺オートホーラー押してあるからね。絶対上がれるよ俺。積もってなんとかするこの感じ、めっちゃ俺のこと見てくる。トイメン、トイメンめっちゃ俺のこと見てくる。これだ。お、いいね。振り手になるね。振り手になる。今ちょっと泣き泣き。そうです。見て、あの俺の横見するこのVR と俺横見、じゃあ問い面も見れるってことこれ。問い面もね、やろうと思えば見れる。見れる。はいが白くなってる。はいは白くなってる。来た。あれ、つもぎりは？つもぎりはあのね、右の鳥が、あの右の人差し指ここを、あの、押し込む。あ、これ切りたくない俺。あ、じゃあ俺これ切りたくない。あ、でもそうでもない。詰まってきた時に、詰まりみたいな。あ、なるほどね、トリガーね、これがトリガーっていう。え、ローンテンモッサンハレンチ、横乳が見える。
モンスターハレンチ。いいか、まずリーパイとオートホーラーを叩いて。触ったろ、これ。触んな、僕。今、モッサンのキャラの胸を揉んでる。胸を揉んで、こう、オラオラ。殴られた。リーパイ。まずリーパイ。もう、揉めるから、ほら。脇今揉んでる、モッサンの。モッサンのキャラの。あ、殴られた。いいよ。あ、これチートイだな。多分これチートイだ。これ無限やりたい。やっとマージャンができる。俺も無限やりたい。俺無限やりたい。ああ。こうか。あ、本当になるんだ。やばここって。相手の手もハンドボール打つ調子。相手の手。いや、セクショか。操作的な問題だ。操作的な問題だ。この相手のモーター積もって切る動作がすっげえ気合い入ってるよ。あー、これいらねえか。でも俺は無限に向かう。俺はもう手パってんの。いや、全然手パってない。あの、まだインシャンテ、インシャンテで積もんないで。あれ泣きなし。あれ俺、あの、急走の泣き楽が出なかった。急走の泣き泣きなし押してない。押してない。いっ、春です。いちゃいください。あ、ポンじゃない。スキップ。どうや。バツボタンは左。上の。ああ。親指の上側。上側がバツボタン。はい。なるほど。よし。いや、まあドラマいらないか。純粋に。こい。これ超むずいだろうな。これね。これどうやってあのアニメーションとか。これありそう。もうちょっとどうするんだ。トイメンが絶対いつもギリマンだから。そうですね。ひたすら。どうだ。え、今持ってるもんさ。持ってない。よし。え、ちょ、もう、あの、むずい。もう、標準合わせんのむずい。これ、オープンリーチ出てくるんですか？オープンリーチ出てくる。リーチの時。調光ボタンは、あの、実際タッチしなきゃダメ。そう、タッチして、あの、A ボタンを押して。それ、その時間がない。俺にその時間がない。ダメだ。標準が合わない。標準は全然合わせらんない。どこで人差し指でタッチしちゃってします。え、あのね、なんか判定があるのが中指。カンカンコン。いやー、まあ、本当はね、ちゃんとあんないし。
え、俺無限チャンス伸ばしたんだけど、あれまだ無限になってないよ。まだ無限になってないよ。まずやっぱちゃんとリリースして。テンパラ、テンパラ。流局しちゃいますよ。流局あるよ。ポギ。え、ちょ、やめて。え、あ、待って。え、あ、ポギした。すっげえ。ハイがすげえ動きしてる。なんかとんでもないものをポギしてます。え、見えないわ。俺、トイトイテンパラと思ったらさ、もうすでにあんこってるものをポンしたからさ。これをポンするとね、リアンソが出てくるんだわ。リアンソポンしてリアンソ。リアンソポンしてる。あ、でも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 。でもでもでも。何待ちですか？リャンピンスーソ。リャンピンスーソ、俺超欲しい。全部シャボ、全部シャボ。ああ、刺さってる。トイトイドリドリ。ダメだ。全然できん。全然できんわ。差し込みできます？いや、これね、つぼ切りしかできないです。スキップ、スキップ、スキップ。ね、スキップならん、スキップならん。スキップって上のボタン押してください。上。あ、なるほど。ここにジャンパクある。積もったらめっちゃ引きずませるんだよ。ちょちょちょ。全然全然全然出ない。全然出ない。全然出ない。本当に、ね、座ってるアニメーションにしたかったんですけど、あ、これ当たりがある。ロロ。そういうだから。あ？あ？あ？これポンしか出ません。役がない。役でいいんじゃない？いや、トイトイやろ、トイトイ。ロンが出ないですか？ロンが出なかった。おかしいな。じゃあ俺ウーピン切ってみる？はい。あ、でも同順だ。同順だから。あ、同順だ。ビーチどうやんの？リーチつもぎられた。つもぎられた。時間短い。リーチ押せない。あ、リーチ押した。おお。よし、そう押してるね。これで。リーチ。よし。来た。アドリックリーチしたしょ。アドリックリーチしてんな。違う。アドリックリーチ見える。すごい。自分で精一杯だから、他の人見てらんねえ。来た！あ、つぼられてる。つぼ！つぼ！つぼ！めっちゃ引きつぼしてる。めっちゃ。え、なんかいいピンがすごいことになってる、これ。練り込んでるいいピンが。あ、それね、多分穴向いてるから、うん、あれかな。あぶら、おめでとう。無力だ。リーチ突然積もり上げ赤裏ミッキー出た。ハルマン太郎。ハルマン太郎。そう。来た。あ、俺に展望が腹から展望が出て。腹から出て。奪われた。小次郎、雀荘探しはタウンページです。雀作だ。雀荘検索は。ジャン作。はい、というわけでありがとうございました。でもめちゃくちゃ面白かったですね。ありがとうございます。捜査官になれるのちょっと難しいですけど、ね、あれもまあ大変ですが、はい、めっちゃむずいですよね。ちょっとチュートリアルを作っておきます。はい、ということでね、今日はこの辺でお別れでございます。皆さん、他人中のみんな、勝敗マイティの未来は明るいということでね、次の動画もお楽しみ。それではまた次の動画でお会いしましょう。アリーベルチ。